はい、推し先生流2016年9月の運勢ランキング、はい、後半でございます、こんなこと言ってるうちにもう8月の31日です。あら、8月も終わりですね。もうみんな夏休みの宿題泣きながらやって本当に、ね、泣きながらやってやって本当にやってないね。はい、それではまず第4位の方ですね、はい、9月の運勢第4位の方、はい、名数2の方2、はい、ですね、まあ一人では、ワンマンプレーはあんまりよろしくなくて、うん、誰かと組んで、新しいことを始めると非常にうまくいくという一月になっております。おー、チームプレー、うん、でそういう場合ってやっぱり若干先行投資で少し最初にお金が出ますが、まあ、かけた分はちゃんと元取れるよっていう運勢ですので、あのなるべく仲間をこう引き込んで、で、何かを起こそうじゃないかと。じゃあケチンないで動いた方がいいですね。そう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 、という運勢です。はい、はい、続きまして第3位ですね、はい、第3位なんか今月重なるんだけれども、うん、まあ、メス3の方、おー、なんか順位がみんなほとんどそのまま数字になっちゃってますけれども、うん、3位だ3位、うん、で、大体運が良くなってくるということは、はい、社会的な運勢が良くなりますので、なるべく今まで付き合ったことのない新しい未知な世界の人と縁を広めていくと、運が良くなるという一月と。だから新しい一個の出会いからまた次の人を紹介してもらってみたいな感じで、まあ、出会いが出会いを生むというような運勢なんですね。でこういう時にはあまりうちでこうじっとしてたりおとなしくしててはダメで、うん、あえてこう行ったことのない場に顔を出してみると、お、うん、こういうのが開運のコツになります。外へ出る、そうです、うん、はい、そして第2位の方ですね、名数8の方、8、もう2位ぐらいになってきてますから、かなりね運のいい方になりますので、はい、物質的な運に恵まれる一月となりました、うん、お金とか、物をもらうとか、そういう物質運ですよね、うん、でポイントとしては、チャンスはもうすぐ掴むこと、要するに躊躇してはいけない、グズグズしていてはいけない、うん、これいけるかなと思ったらとりあえず手を出してみると。なるほど。そういうそのね、即断即決、うん、それが、開運につながると、はい、そういう一月でございます。はい、さあいよいよあと1位と9位が残りました。はい、まだね名数出てない人は、そう、呼ばれてない方、どっちか、あなたです。はい、はい、どっちからいくのかな、はい、1位から1位がいいですかね、はい、はい、9月運勢トップの方、はい、名数9の方です。9、はい、お、もう、ありがとうございます。もちろん最高運になりますので、はい、もう目標を達成できるぞと、うん、ね、長年のは大げさですね、まあ、ここしばらくの夢が叶うぞというところになっております。はい、であえて、注意点を言えば、うん、逆に言うとやっぱり一つ決着をつけると、決着、うん、ほっといてもうまくこう結果の出る月ではあるけれども、うん、それをもっと生かそうと思ったならば、うん、自分でも今月内に答えを出すぞと、決着をつけるぞという心構えで動いてもらうと、うん、もっともっとその運が生かせるであろうと。はい、あ、なるほどね、はい、先延ばしとかじゃなくて、うん、という風になりますね。はい、さてさて、はい、呼ばれてない方あなたです、ね、9位ね、はい、9月どん底の方、はい、名数7の方、7、はい、最悪最悪、はい、忍耐のみ、耐え忍ぶしかない、はい、ほうほう、とりあえず、まあ、月の運勢が、うん、後半になってくるとだんだん翌月の方にこう移行していきますから、ね、中旬ぐらいまではもう忍の一文字、はい、忍ぶ忍ぶ忍ぶ、いや具体的に忍ぶって言われてもずっと隠れて家にいるわけにはいかないですからね。そういう時、いや、だから心の持ちようとして、ね、なんかつまんないことがあったとしても、うんうん、まあこれで今月は当然なんだと。なるほどね、あの面白くねえなとか、はいはいはい、やだなじゃなくって、はあはあはあ、こういう時なんだって、うんうん、起こって当たり前なんだと、はあ、それでそのなんかやけになったりとかしないで、そうそうそう、傷口を広げるようなことはしないで、あの不愉快なことは起こるでしょうけれども、うん、まあ、あえて甘んじて、乗り越えていただきたいと。なるほど、そこはもうグッと我慢、耐える、はあ、なるほど、長谷川さんの人生のようなね、はい、はい、そうですね、耐え忍ぶと、耐え忍ぶ、いつまで耐え忍べばいいんですか先生、僕は90年ぐらいかなと。90年長いよ。いや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 、そんなことない。長谷川さん今実はね、はい、売れてますよ。いや、売れてないですよ。売れてる国になってますから、ね、売れてる国になってる国に、売れてる国になってないでしょ、見たことない。
いやいや売れてます売れてます、売れてます、ちょっと売れようとね、売れようくんとなってますから、売れようくんとなっていますのでね、はい、まあその今日のねこの占いの運勢ランキングでその実際どうだったか今月っていうコメントもね、はい、ぜひまた募集しておりますので、はい、感想を聞かせてください、お願いします、はい、ではまた明日、はい。